はい、始まりました。はい、はい、始まってるのかな。ライブ11号。はい、皆さんこんばんは。世界とつながろうレッツグローバル教育、約4ヶ月ぶりにはいできました。皆さんお久しぶりです。久しぶりです。バイバイしたねえ、皆さんお元気でしたか？ユミさん、この4ヶ月、どうされてました？バタバタ、ドタバタしてました。ドタバタと。はい、ドタバタとですね、実は私の、自分の今、ウトックっていう、教室から世界一周プロジェクトっていうものをやってるんですけれども、それを、ついに法人化をしましてですね。おめでとうございます。ありがとうございます。ねえ、すごいですよね。もはい。一年経ったかなっていう感じですよね、法人化。そうですね、そうですね。だいたいそれぐらいで、うん。で、はい、一応株式会社にしまして、ちょっとこれからもっと、持続可能で、かつちょっとパワーアップをしていきたいなと思っていてですね。はい、いろいろと、もっと、大きく、活動していけたらいいなと思っておりますので、皆さんよろしくお願いします。はい、ぜひ、ユミさん、まあ、どうもない方もいらっしゃるかもしれないので、ちょっとご紹介すると、うん、日本の学校とかね、日本の中学校とか高校とか、うん、そういう学校の、と、まあ、世界のいろんな国の学校をつないで、一緒にオンラインで授業をするっていう、教室から世界一周プロジェクト、名前、はい、名前ね、そうですね。教室から世界一周プロジェクトという名前でずっとやってました。はい。はい、で、これからね、そうですね。ますます、なので、もし、世界の教室とつながりたい、先生とかいらっしゃれば、ぜひ、お声掛けいただければなと思っております。はい、世界、そうですね。30カ国、でも、もう100クラスを超えてる、ので、もうとにかくたくさん、世界中にリンクがありますので、はい、ぜひ一緒に楽しいことをやっていきましょう。よろしくお願いします。はい、興味ある先生とかいらっしゃったら、ぜひユミさんの方に、はい、お願いします。お待ちしてます。はい、ではですね、今日のゲストをご紹介していきたいと思います。はい、今日はですね、海散歩で世界をつなげる亀さんこと亀川豊親さんをゲストにお招きしています。亀さん、じゃあ、自己紹介をよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。私は福井県の若狭湾というところで、亀ハウスという宿を運営しております、亀と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。妻が英会話教室を運営しておりまして、英会話教室で、英語を学んだ子どもたちが、カメハウスに来たインバウンドの方と交流するっていうことが、まあ、もともとの事業の基盤にあったんですけども、今回この機会をいただいたのは、2月ぐらいに始まった、クラブハウスというツールを使って、毎朝日の出の時間に海を散歩してたら、国内外のいろんな人と出会えたので、これを子どもたちに届けられたらいいなと思って、今活動しているので、海散歩で世界をつなげるという、ちょっとわかりにくいテーマになってますが、いろんなお話ししながら、どうやって海散歩で世界とつながってきたのかっていうお話をできればなと思ってますので、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。海散歩、なんか、素敵な響きですよね。いいね。なんか世界をつなげるっていいですよね。なんかのんびり。ねえ。ね、具体的にはなんかどういう感じで世界とつながってらっしゃるんですか？もともと、クラブハウスという音声の SNS が、始まったことがきっかけだったんですけども、1月末ぐらいだったかな、なんかすごい勢いで日本で流行ってきた、SNS なんですけども、まあ、ルームという場所があって、そこには題名があって、そこの題名に興味ある人が、どんどんそのルームに入っていって、行って、スピーカーと、リスナーみたいな、2段階に分かれてて、
聞くだけのこともできるし、スピーカーっていうところに上がってってお話もできるっていうサービスなんですけど、今までなかったこのサービスで本当にいろんな人がつながっていったのと、特にその一番最初に流行ってた時は芸能人の方とかが、クラブハウスを利用して、こう話をしてるっていう噂が広がって、で芸能人の方とかと、まあ直接話ができるとか、まあ起業家とか、まあ普段はなかなか話せないような方と話せるっていうのが、まあ火種になって広がっていった感じですね。まあその中で、まあ僕ができることは何だろうと思ってた時に、まあ名前が亀っていうこともあったんですけども、まあ朝日の出の時間に海散歩してみようって言って、日の出の時間に波の音を届けますっていう、ブームを毎朝始めたんですよね。うん、そうすると、案外、波の音を聞きたい人がたくさんいて、うん、で他に同じようなことをやってる方がおられなかったので、うん、波の音を聞きに来ましたっていう方が、うん、国内外の方が、いろいろ来ていただいて、つながっていった感じですね。なんか素敵ですね、本当。若さは。若さはですね、そうなんですよね。最初の方は波の音を届けますっていう題名だったんですけど、なんか地名入れた方がいいよとかいうアドバイスをくれる人がいて、そこに集まってきた人たちと一緒に人がつながっていった。どんどんなんか雪だるまのように、どんどん人がつながっていった感じですね。うん、海ね。海、やっぱり、リアルで、なんだろう、海に行ける、なんだろう、範囲って限られてますね。そうなんですね。やってみて気づいたんですけど、案外世界中で海に接してる場所って少なくて、陸の、海は広いんですけど、陸地の方が人が生活してるとか、それはそうなんですけど、多かったので、本当にアメリカの中心部とか、なかなか、どこだろう。確かになかなかそのね、アメリカの真ん中とかって言ったら、全然海にすごい遠い場所、なかなか海行けない。確かに。めっちゃ遠い。はい。波の音聞きに来ました、みたいな感じで、来ていただいた感じですよね。若狭湾って結構静かな海でしたよね、確かに。若狭湾自体は、日本海側になるので、冬は、映画の東方で見るような。東方、そうか。世代が、ごめんなさい。映画、なんかその波がね、まあまあ。ザブーン。わかります。大丈夫ですか。わかりますか。大丈夫ですか。わかりますか。東方だね。はいはいはい。そうですね。でも春から秋ぐらいはすごい非常に穏やかで。最初の頃は、本当に、もう毎日やろうと思ってたんで、雪降ってもスキーウェア着て、海を散歩するっていう、すごい過酷なことをやってましたね。やりますね。じゃあ今は、いい。あ、もう今はもう本当に ありがたいんですけど、季節、まあ、逆に日の出の時間が早くなってくるので、起きる時間がどんどん早くなってくるんですよね。日の出の時間っていうので、今は6月の中旬か後半ぐらいからだんだんその日の出が遅くなってきたので、まあ、1分ずつぐらいゆっくり寝れるようになってきた。1分ずつぐらい。分刻みか。そうですね。なかなかこんなに海に接して過ごすことはなかったんで、やっぱり誰かが教えてくれるとか、意識はしてるんですけどね、なかなか直接海に行く機会がこんなに増えたのは、幸せですね。いろんな気づきとか、同じ散歩、同じ時間に散歩してる人とか、確かに。いろんな人、だから地域、リアルでも出会えるし、ネットでも出会える。ないですね。面白かったですね。非常に。ご自宅からは海はどれくらいなんですか？すぐ目の前。そうですね。目の前ですね。本当に目の前です。自宅とカメハウスは別になるんですけど、カメハウスは道路、もう本当に目の前が漁港と、目の前漁港で開いてビーチ。うわ、すごい。羨ましい。羨ましい。
もうありがたいです。一人ではできないですからね、本当に。毎日。あと、実は僕もたまに寝坊するんですよ。はいはい。で、今3人で、3人でやって、で、誰かが寝坊したら誰かがフォローするみたいな。ああ、いいですね。そういうチームワークをやってきました。大事。なんか4ヶ月超えてきましたからね。でもさ、日の出とともにってさ、めっすごい早いですよね。そうですね。もう5時とか4時、今4時50分ぐらいですかね。わあ、へえ。4時が、ちょっと寝坊する。そうですね。本当にその、クラブハウスっていうメディアが本当に流行った時は、みんなもうなんか学生みたいにずっとそこにいて、夜寝ないみたいな、なんかみんなでずっと喋って寝ないみたいな。本当に夜、そのまま朝を迎えたことは何回かあります。寝ずに日の出の時間を迎えて、で、こっから寝たいけど、やるって言ってるのね。ああ、なるほどね。なんか本当に学生みたいみんなでワイワイ、なんかいろんな議論を。特に僕の、まあ、やってることからもそうなんですけど、紙と教育に関わる方が非常によく来ていただいたので、その旅の価値とか、教育から見た旅っていうのはどういうことなのかっていうことを本当に毎日議論しながら続けてる感じですね。いいですね。すごいな。それ4ヶ月ずっとされてるってすごいですね。いや、ありがとう。本当に皆さんのおかげ。こんなになんか、リアルにこう、多くの人に会ったこともないんですけども、支えられながら、いろんなことをする、経験はないので、僕自身も持ってない。非常にありがたいです、ね。そうですね。そんな、カメさんですが、ルワンダのオンラインサービス、オンラインベビーシッターサービスをご利用されたっていうのを。そうですね。ここの、世界とつながろうの、あの、ルームでも、3回目でしたっけ？ゲストに来られた山田さん。はいはい。が、ルワンダの、そうですね。されている、オンラインベビーシッターの、橋のところが、僕がその、コロナが始まった時に、子供が幼稚園に行けなくて困ってて、で、そんな話を、まあ、友人が開いてたオンラインのバーがあったんですよ。コロナで外出れないから、オンラインでバーつって、バーを開いてた友人のところに、たまたま来た山田さんのお知り合いの方が、山田さんのレストランも、コロナで、レストランに来るお客さんが来なくなってしまって、お母さんたちが困ってる。ああ、なるほど。で、お母さんたちの月給が3000円なので、月間3000円でベビーシッターするっていうサービスできるかもよ、みたいな話。なって、それはすごいな、という話。で、ぜひぜひお願いします。たら、もう本当に 何日かで、こう、バババッと、ウェブサイトが立ち上がったりとかして、で、出来上がって、で、まあ、早速参加しますっていう時に参加しますので、本当に、僕、大人になっても、あんなに毎日ルワンダの人と交流する機会なんて、もう、コロナ以前には考えることもできなかった。本当に現地の歌とか踊りとか、なんかバケットひっくり返してたりとか、なんか子供がその、ズームを使って、交流するんだけど、その時間以外でもなんかその歌を歌ってみたり、口ずさんでみたり、本当に踊ったりとかしてる経験は、本当にすごい経験だったんで、これがなんかもっといろんな国に広がっていったらいいなっていうのはずっと思ってたところなんです。私もそう、なんかね、ルワンダの、そう、山田さんとお話をして、で、そこからちょくちょくと覗いてたりもするんですけど、なんか、なんだっけ、歌いながら、料理をこう作るだったりとか、すごいパワフルで、面白いなと思っていて。で、そう、なんか私も、何回かその英会話でやっても、はい、ルワンダの方ともお話ししたりもしていて、
ね、本当にすごい、うん、パワフルな明るい方々ですよね。あとね、始まった頃だと、うちの子しかいない時とか、うん、もう本当になんかその、なんですか、レッスンモードじゃないモードに入る時ある。そうすると、なんか本当に日常的になんか誰かが歌い出して、で、隣の人が歌い出して、なんかすごいこう歌になってきて、もうなんか今思い出してもなんか鳥肌が立つような、ああ、素敵ですね。こう、そのさせてもらったんで、なんかすごかったです。本当に山田さんありがとうございます。ありがとうございます。子供もね、楽しいでしょうね。いやー、すごいですね。やっぱりなんか五感、なんか言葉とか、やっぱね、今、私、うん、僕自身も、課題になってるんですけど、うんうん、やっぱ、画面対画面って結構難しいんですよね。うんうんうん、そこに音楽とか、こうリズムとか、本当に僕は小さい子に届けたい、この世界を届けたいなと思ってるんで、この体験はもう本当に貴重な体験です。ああ頭の中でその体験を 3D とかにしていくっていう。なるほど。なるほど、なるほど。は大事だなっていうのはその時に学びました。なるほどね。なんか、ちょっと前だと、子供になんかこう、オンラインっていうか、テレビとか、ほら、YouTube とか、あんまりなんか与えない方がいいみたいな、なんだろう、受け止め方が結構、ママたちの間ではあったんですけど、でもなんかこのコロナを機に、オンラインの良さが逆に見直されたっていうか、外に出れないからこそ、なんかオンラインで世界と繋がったりとかね、できるっていうのは、逆にこう、メリットっていうか、なんだろうな、すごいこう、意外な使い方っていうか、だなぁ。ここまで制限されたから、もうそこにエネルギーを向かわざるを得なかったところが、やっぱりこう新しいイノベーションがたくさん生まれてきた。そうですね。まさか、こんなことになるとはって感じですけど、それは逆手にとってじゃないけど、逆にこう、いいようにね、こう使っていくことで、なんかね、新しい価値観とか生まれましたよね。すごい。で、そのベビーシッターサービスを受けたことをきっかけに、亀さん自身もオンラインで留学しちゃったんですよね。そうですね。ベビーシッター自体は去年だったんですけども、僕の中でずっと残ってたんで、先ほどお伝えしたクラブハウスを使って海を散歩してるときに、たまたまオーストラリアで保育園を運営されてる方が来られたんですね。で、その方は保育留学って言って、日本の方を、日本人の先生なんですけど、日本の方を海外の保育を体験させたり、で、その先生自体も日本でずっと保育やってたけど、オーストラリアで、あ、こんなやり方があるんだっていうふうに気づかれて、で、それを伝えたいということで、オンライン、保育留学は今までずっとやってた。でも、コロナで、留学できなくなった。あれどうしようっていうところで、新しくオンライン保育留学をしますっていうのをもらって、さらに、それは別に資格を持ってなくても大丈夫です。あ、じゃあ参加しますって言って、参加させてもらって、オーストラリアの保育園の様子とか、どういうところに気をつけて保育をしているのか、日本の保育との違いとか、っていう話を聞いて、最後に僕が子供たちに向けて、このような、ズームを使ってワークショップをするということをやったという感じです。すごいですね。いや、もう本当にすごいですね。オーストラリアの保育留学するとはまさか思ってない。だからさっきのルワンダの話もそうですけど、この話聞く前までは、この半年ぐらいで、そう、なんか想像もしえなかったことが本当にできる。いくつも体験してきたので、それをね、ぜひ、子供たちに届けるにはどういう方法があるだろうっていう、もう保育留学中も模索してた。
オーストラリアの日本と何が一番違うなって思いました。子供一人一人をちゃんと見るっていう、なんかその形の、何ですか、プログラムに寄りすぎないっていうところが、まあやっぱり一番大きい。なるほどね。と、もう一つ、その保育園がすごかった、良かったのは、オーストラリアで日本語を学ぶ保育園だったんですよ。うんうんうん。日系の、お父さんかお母さんが日本に関心がある。方が日本語を学ぶっていうところ で、うん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 、で、しかも人種も多様なんだよ、それは、うんうんうん。相当多様性に富んだ子供たちの中で、うんうんうん、共有点がどこなのか、うんうん、そのどういうところでその子供たちを育んでいく。うん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 、また、年齢も、同じクラスに複数の年齢が、うんうん、一緒にいる保育園だったんで、うんうん、やっぱりそのプログラムじゃなくて、その同じような進行をしながら、一人一人にこう、投げかける方法みたいなのは非常に意識されてる。その、オンライン保育留学に興味を持ったきっかけというか、なんで受けようと思ったんですか？やっぱりですね、ルワンダのベビーシッターがすごい良かったんですけど、それの前に、たまたまその、日本で教育を研究されてる先生と、またクラブハウスで出会ったんですよ。で、またその、これ終わった後の Facebook か YouTube でリンクはまた貼らせていただくんですけど、新生の深い学びへのいざないっていう本があって、その、対話と、振り返りを使って、その、子供たちの、その、学びを深めていくっていう本なんですけど、うんうんうん、その本を中心に、オーストラリアの保育の先生と、僕と、その本書いてる先生といろいろディスカッションしてた中で、うんうんうん、それをやっぱり実践、僕自身も、その、本を読むだけじゃなく、本に対して議論するだけじゃなく、子供たちに対して実際に実践する必要があると思うんですよ。うん、で、たまたまその思ったタイミング、本読んでたタイミングとオンライン保育留学が重なって、じゃあこれを毎日これお話ししてる内容を実践することができるっていうことで、やろうという。まあ、もうっていう感じですね。はい。じゃあすごいタイミングが重なったってことですかね。うん、いや、すごいですね、本当に。もういろんな、まあ、ここにね、参加させていただいていることもそうですけど、本当に最近なんかいろんな、僕が世界とつながっていただいている、つなげるっていう、つながるっていう、どっちっていうぐらいの感じです、ね、はい。その、じゃあ、亀さんとしては、それを実践してみて、なんかどこかに使いたいなとかっていうのが、あ、思ってたんですか？もともとそのプログラム、いろんなその、特に僕は3歳から6歳を対象にしたオンラインのプログラムを作りたいなと思ってるので、僕が実際にやってみて、こういうところを気をつけるとうまくいくよとか、こういう投げ方をした方がいいよっていう、多分その、台本、ベースみたいなのを作る必要があると思ったことと、まあ、僕自身もいろいろ挑戦してみたかった。なんで、まあ、とにかく僕自身がやらないと誰かに説明もできないというところで。うん、いや、でも。はいはい。いやいや、まあ、ありがたい、ありがたいです、本当に。もう本当に、ちょっと複雑な話になるんですけど、その本の中で書いてるのは、子供の認知できる限界のところで、そのプログラムを。意識してやるっていうところがテーマだったので、まあ、例えば僕だったらウサギの仮面を読んで面白かったねっていうことはできるんですけど、もっとなんか子供たちの認知ギリギリのところってどこなのかっていうところを、まあ、オンラインでどれぐらい探りながらできるのかっていうなんかいろいろなんかやってみてみたいな感じですね。なんかさっき言われてた、なんか、観察っていうか、子供を一人一人を見るっていう、
ところがすごいこう、オンラインだと、できる限界があるかなとか思うんですけど、さらにそこですよね。そうなんですよね。生きてるのかっていうのを探るのって難しいそうですね。難しいのと、やっぱりそのオンライン、まあ、内容自体は本当に子供たちに亀の絵を描かせるっていうところから始めたんですけど、まずそこでその僕からの提案を子供たちが受けるわけじゃなくて、子供たちの亀の認識がどういうところなのか、自分でこう一人一人が描くっていうところを始めたんですけど、まあ、プログラムを通じてやっぱり思ったのは、やっぱり相手側にもある程度そのナビゲートできる人がいる。3歳から6歳の場合は必要だと思って、確かに。で、それを思ったので、やっぱりこの3歳から6歳のプログラムっていうのは、親御さん、親子プログラムになるなっていうのがあって、確かに。多分、教育自体もいろんなところで考えたときに、常に横にいる親の投げかけとか問いかけとか、学んだことに対する振り返りみたいな。ところを、やっぱり育んでいかないと、子供にその決まった時間だけその教えるっていうことでは、やっぱりその難しいんだろうなって感じなので、やっぱりいろんな教育があるとか、いろんな学び、それが楽しい、豊かだっていうところは、子供だけじゃなくて、親にも一緒に届ける必要があったっていうのは、やっぱり相手側がプロだったんで、もうすごい綺麗にこう、さばいてくれてたんですよね。なるほど。それは非常に感じました、ね。なんか深いですね、その、オンラインで留学って聞いたときに、どういうことってやっぱちょっと思って。確かに。認知。そうですね。まあ僕がやったプログラムは子供たちに亀の絵を描いてもらって、その亀の絵を先生に写真で撮って送ってもらったんですよ、僕に。で、その送ってもらって印刷され、こっち側で印刷されてきてる亀を、僕がハサミで切って割り箸に貼り付けるっていう作業をしてる間に、Google Earth で保育園の上空写真を見せて、で、それを子供たちに今日いつも散歩してきてる道はこうこうこうでこの中に入ってきてるねって頭の中に子供たちでそのマップをもう感じ、入れてもらうんですよ。普段お母さんに送ってもらってるとか、ここの角に送ってるとか、頭に入れてもらった後に、日本まで飛ばしたんですよ、それを。ロケットみたいにピューって飛んでくるんですよ。へぇー。で、日本までたどり着いた時に、僕の、亀ハウスで、うちの子供と、海外から来た子供たちが砂浜で遊んでる映像にしたんですね。そうすると、子供の中で多分その繋がらなくなるんですよ、ね。オーストラリアで見てたはずのいつもの景色がなんでこういった景色が飛んでくるんですか。で、それを見た後に、家に、僕の家に大きな地図があるんです。大きな地図のオーストラリアと日本の間で、僕が子供たちの描いた絵がなぜか僕の手元にあって割り箸の上で動いてるんですよ。ああ、面白い。そう。そうすると、子供たちの認識がどういうことなんだろうみたいな。何かしらつながってるんだろうな。ああ、面白い。っていうプログラムをやって、その後に、亀の写真、子供たちが亀の描いた写真、割り箸の写真と地図を写真撮って、家に持って帰ってもらったんですよ。そうすると、1時間30分ぐらいのプログラムだったんですけど、家帰った後に、親御さんと子供たちはそこで、話をして、なんであそこが繋がってきたのかっていうことを、例えば家に置いてあったら、それを見るたびに気になったらお話をしたりとかして、雰囲気が広がってきたり、例えば日本に行ったことなかったですね。日本に行った時に、あ、こういうことなのかとか、あれ、なんでこんな10時間もかかるのに、あれの時なんで手元にあったのっていうことが、その今、その認知に変わることで、
その後こう発展していくんだろうなっていうのを、うん、まあいろいろその学びながらこう、認知限界、まあまあいろいろ試してた。でも現場はまあいろんななんか不具合が、なんか亀を書き出せなくて、なかなか僕がその日、子供たちの亀の書き出しを引っ張れなくて、向こうの先生がちょっと丸書いて見てくれたりとかして、そっからこう動き出したりとか、やっぱり向こうのナビゲーションがある程度あって、なるほど。する、こう、絶妙なこうやりとりで、これができたっていうのは、まあ非常にありがたかったですね。それはもう本当にクラブハウスでいろんな人と出会って、僕はもう全くの保育の素人だったんで、その中でその教育、オンラインを使った教育とか、で、ルワンダで経験したこととか、頭の中で発展させる。平面と平面、対平面っていうところをまあいろいろ考えた上で、たどり着いたプログラム。はぁ、面白い。なんかその保育の経験がないカメさんが、なんかそこまでプログラムを考えて構成をして実践してみたっていうのがなんかすごいなと思って。いやでもあの僕もこんな風に喋ってますけど、終わった話だと喋ってますけど、あの実際に動き出したの前日とかなんで。頭の中でなんとなくはあったけど、なんかそのパーツが組み合わさったのが前日とかで、しかもあの地図がガラスに貼ってあるんですけど、あの東側に向いてるのかな、ちょっと東側に向いてる。なんで朝一逆光で、朝プログラムやったんですけど、あの地図が真っ黒になっちゃって、画像で映そうとしたら、やばいと思って、ガレージ行ったら、あの工事用のライトが2つあったんですよ。それでなんとかこう、こっち側から照らして、で、なぜかなんかちょっとぼわっとなんか、オレンジっぽい光になぜかなってるみたいな写真だったんですけど、もう本当に手探りです。でもなんで、なんだろう、教育、まあその多分ルワンダがいいなと思ったからですかね。そのなんだろうな、そんなにこあの教育のことやられてなかったのにいきなり、ね、そっちに住まれたってなんかすごいなと思うんですけど。もともと宿自体も英会話自体も全部自分の子供が参加できる授業になってる。ああ、そっかそっか、それがベースとしてあるから、なんとなく子供が英語を学べて、地域とかもどんどん、やっぱりその学びって子供一人に対して投げかけるわけです、さっきの写真の話もそうなんですけど、周りの子供とその子供が この学びを共有しだして膨らんでいくので、やっぱりなんかそこはすごい、もともと意識してる。なるほど、なるほど。そうです。確かに。近いところにはね、ありますね、素材がたくさん。そうですね。面白いですね。そして、亀さんが今、その取り組んでらっしゃる事業、これからの展開とかをちょっと、お聞きしたいんですけども、ありがとうございます。それをまさにその子どもたちに本当に実際につなげていくっていうのはどうやってやったらいいのかというところで、まあ、つながる地球儀っていうプログラムを今、みんなで一緒に作ってます。で、つながる地球儀っていうのは、デジタルの地球儀の上に、SNS でよくあるようなアイコンが浮いてて、例えば子供が、ゾウさんに興味持ったときに、アフリカにゾウのアイコンがあって、そこをタッチすると、ゾウに詳しい人がゾウについて説明してくれる。で、そこで、その、楽しくなってたら、家にいながら日常的にその世界とこう気軽に交流できるようにして、で、そこで仲良くなったり、子供の関心が高まったら、実際に現地に行くツアーを作るっていう旅行会社との提携をして、子供の日常的な好奇心をグローバルに育む。で、それが育まれたら現地に行けるようなプログラム、サービスを今作ろうとして、みんなで動いています。その地球儀は、なんだろう、ウェブ上にあるって感じなんですか？
か？地球儀は、触れる地球っていう地球、地球儀が今実際にありまして。うんうん、あ、もう実物としてね。実物としてありまして、その作った先生に電話したら、なんか、僕の話面白いねって言っていた。それもなんかすごいなと思って、本当になんかもう、多分、この前聞いたデンマークにも置いてあるらしいんですけど、地球、デジタルの地球って、その地球の現在の温度とか、台風の位置とか、物流とか、で、ライブ映像までは見れる。地球。でも、交流ができないので、ここで交流できるようになったら面白いんじゃないですかっていう話があったから、ちょっと話をちょっと聞いていただいてて、今どうやったらできるかなっていう話をしてたんですけど、まあ、地球儀自体はちょっと高いので、例えば学校とか塾とか、公民館、公的な場所に地球儀は実際に触って交流できるので、家では、iPad とかデバイスでやるっていう感じが、まあリアルな感じで。この話聞いてて思ったんですけど、やっぱ子供の学び、まあ子供だけじゃないと思うんで、大人もそうだと思うんですけど、なんかやっぱりその、机について学ぶことだけじゃなくって、学んだことを実際にこう見るとか、経験するっていう、のすることによって、なんか自分の中に落とし込めるなって私は思ってるんですけど、それを結局だから、なんていう、プラットフォーム化するっていうことですね。そうですね。まさにこの、世界とつながろうの、この、ね、チャンネルもそうですけど、もう本当たくさんあるんで、むしろ世界のね、まさに、その、授業とかでもオンラインで配信されてるようなやつとか、今取り組んでいただいてるようなこともあると思います。こういうのが、ね、なんかこう、あっても届かない方とか、知らない、わからないっていう方、待って、ちょっとフラット、地球儀、ちっちゃい頃に地球儀見ながらなんかワクワクしてた感じぐらい気軽に、なんか入れたら、なんかいいなとは思います。夢のような話ですよね。そうですね。ねえ。その手前まではもうすでにあるっていうのが、すごい感謝だなと思って。そうですね。あとちょっとって感じですよね。あとちょっとなのか、でも、マクロもう、はい。でもやってみて、だから、子供たちにも体験してほしいのは、僕がこうやってもう先ほどからお話ししている内容は、その事象が起きる前には、僕は想像もしなかったけど、思いついて今やりたいとか、今興味あるって言って、アクションした瞬間に世界と繋がれるんですよ。繋がりたいと言えば。確かに。それを言ったら誰でもできるんですけど、ちょっと背中を押してほしかったりとか、なんか自分の興味がどこにあるのかっていうと、入り口を僕が、そうやったらこうやってみるとか、っていうこととか、まあもう一つ言うと、やってみるのタイミングを大人はやっぱ学ばないといけないけど、もう本当にこんな種の時に大人がこんな話持ってきたら、なんかね、バランスが崩れてしまう時があるので、この種の育み方と、チャンスの持ってき方、みたいなものも、先ほどお伝えした先生とか、周りの人とかと一緒に話しながら、まあもちろん保護者と一緒にね、話しながら、これはどのタイミングでやった方がいいのか、投げかけて、保護者の方にも、教育っていうことにどう参加するのか、実際に一緒に考えるっていうことを、まさに僕が海散歩で起きたように、本当にもう一緒に、僕たい、なんか本当に海散歩してるだけなんで、なんてことはしてないんで、本当にそういうことでも、アクションしたら世界と繋がれるんだよっていう。一緒に考えていけばいいなと。なんかまさにその姿を見せてるって感じですよね。なんかお米さんのそのお子さんとの関わり方をもうちょっとこうお聞きしたいなと思ったんですけど。ああ。どんな子育てとか、
子供はですね、やっぱりこのカメハウスってもう完全に海がテーマなんで、うんうんうん、1歳半ぐらいの時に妻と一緒にボートに乗せた。うんうんうん、これはもう海に好きになってもらうと、ね、思考が、そう、まあ、あの子供の選択、もちろん子供の選択で行くんですけど、まあ、海で遊びたいなと思ったら、もう号泣してしまって。わ、なんか海に誘っても、なんか1年ぐらい行ってくれなかった。へー。だから、まあ、それはちょっと反省してるんですけど、でも最近は自分から海に行こうって言ってくれて、一緒に散歩して。たりとか、まあそれも結構学びですよね、やっぱりその、だからこうなんか裏のある投げかけはやっぱり子供には響かない。あとはなんか定期的にね、その海行く途中にあのアイス買えるとこがあるんですけど、アイス買って海行く、海行ったらアイス食べれるみたいな頭に。うん。そういうの。まあまあ、そういうのをね、なんか投げかけながらやってるのと、うん、あ、まあもう一つクラブハウスでできたのは、妻と子供が、あの、レゴが好きなんですね。うんうんうん。で、なんかその僕が海散歩しながら世界と繋げてるって言ったってもうよくわからないんですよね。ずっと聞いても。で、よくわかんないから、とりあえずレゴクリエイターと繋げてよって言われたんですよ。うん。世界に何人しかいない。ああ。で、クラブハウスでレゴクリエイターと繋がりたいって毎日言ってたら、一週間後ぐらいに台湾の有名なレゴクリエイターの方と、もう、あと一歩、もう日程だけ決めれば大丈夫。ところすごい。行って、でも、その、僕が海ボートで反省したのは、やっぱり子供のタイミングでやらないと、親も、参加していただいた大人の方も結構なるし、子供もそのタイミングじゃないと、スイッチが入らなくて、ちょっと今、まだ実際に対面はまだちょっと待ってる状態なんだけど、レゴクリエイターの人、まあその派生で日本にいるレゴ関係の人とかも結構いろいろ繋がって、へぇ、すごい。そうそう、実際にカメハウスに遊びに来てくれるって言ってくれてる方もおられて、へぇ、すごい。だから、見てみたら繋がるんだっていうのは、ね、すごい。だからその分かりやすいなんかその、はあ、大人がさせたいことというよりもその子供のモチベーションからレゴ好きな子供からレゴにつなげるみたいな。でまあ実際仲良くなったら台湾一緒に行って、台湾で一緒にレゴで遊んで、もしそれ以上行けるんだったら、まあ、例えば一緒にデンマークのレゴハウスとか行って、コンペに行って実際にみんなで見に行くとかっていうことも、ツアーにはできるように。レゴ会社の提携もほとんどもう今話も詰まってきてるので。へぇ、すごい。なので、でも、組み合わさってるだけで、全部誰でもできることなんですよ。言っても。誰か繋がりたいと言って、で、近くの旅行会社にこういうツアー組みたいですとか、まあ自分でチケット取れば行けるんですよ。誰でもできるけど、気づいた人はまあ自分たちでやっていただいたんですけど、そこの最初の一歩を踏み出せるようなきっかけとか、まあ、できたらなんていう。すごい。ねえ、確かにね、なんか、誰でもできるって言ってしまえばできるけど、実際やるかやらないかって、やっぱりそこは大きな差を生んでると思うんですよね。そうですね。でも、みんな得意不得意があって、今めちゃくちゃ、その、つながり地球で課題になっているのは、ひらめいて動き出すことは僕できるんですけど、そこの後ろをちゃんと組み立てることができなくて、ちょっとそこがぐちゃぐちゃっとなってるんで、今そこを、整えるチーム作りみたいな必要というのも自分自身で体現して、子供たちがそういうシチュエーションになったら、まあいろんなパッケージとかアドバイスができる。なんかそうですね。チームを組んでやっていったら、ね。ものができそうです。ね、すごい。皆さんのおかげで僕は海散歩してるから、ね。必要ですね。でもそういうね、夢を見るというか、ね、動き出せる力ってなかなかね、難しいとか、誰でもできるわけじゃないから、ね、その、なんだろう、と、まあ、特技というかね、生かしてっていうのは素晴らしいなって思いますね。
なんかほら、だから、カメさんが得意な発想とか、こんなことしたら面白いとかね、自分でこう、誰かとつながりたいとか、余裕しちゃうとか、なんかそれをやっぱりね、そのプラットフォーム化できたら、そこが逆に苦手な人が、ね、参加できるし、確かに。楽しみですよね。うん、ねえ、どんどんいろんなことが実現して、実際に得意なことで生きていったらいいって言われても、本当にそれ、ほんまにどうすんのっていう子供たちたくさんいると思うんですよ。うん。あれを見本に。海散歩で成り立ったら究極です。うん。本当究極ですよね。でもどんどんなんかね、突き進んでほしいですよね。うん。で、亀さん、明日もそのクラブハウスの海散歩されるんですか？あ、そうですね、毎朝してる。私ちょっと今バリの南側の海沿いのホテルにいるんですけど、明日の朝つなぎましょうよ、バリの海と。お、ぜひぜひ。わ、すごい。でもちょっと1時間時差あるんで、私ちょっと最初から無理です。あ、無理だけど。うん。そっかそっか。途中から参加ぐらいで。いつでも本当にフラットしていたら、ビーチ散歩するみたいな感じで。私も覗いてみよう。はい。音聞きに行こう。はい。明日天気どう？天気どうですか？あ、でもこっち、そう、こっちやばい。東京はやばいですよ。あ、そうなんだ。バリは大丈夫ですか？バリは年中晴れてますよ。年中晴れてないけど、天気だから。明日はバリの波の音で。はい。お届けします。いいですね。すごい、うん。うん。なんかこういうことがね、やっぱ簡単にできちゃう世の中。ねえ、そうですね。うん。いいですね、あまりの波の音を聞こうって言ったら、うんね。ちょっと行きたくなりますもんね、やっぱ。ね、確かに確かに。なるなる。明日はじゃあ。朝。明日ぜひ。でも、旅がお好きって言われてたんですけど、今までどんなところ行かれてたんですか？もともと、海上自衛官だったということもあるんですけど。うん、もう相当海好きなんだ、はい、じゃあ。あ、もともとでも、海のない岐阜県出身。へぇ、はい、山亀だった。そっか、もう。海亀さんが海亀さんになったの。海に憧れて。憧れたってことですね。海に近い仕事がしたくて、まあ、海上自衛官。まあ、ありがたいことに、アラスカから、チリまで、船で行かせていただいたりとか。すごい。ハワイに3ヶ月滞在してたりとか。へぇ、おかげさまでお金、給料もらいながらできた。そんな、旅というかをするんだ。そうね。すごいな、それ。まあ、特にそのハワイでは、本当に、初めて、業界用語なんですけど、上陸っていうんですよ。ずっと船の洋上にいるから、陸上に降りることを上陸っていうんですよ。おあ、上の陸とかで上陸ですけど、初めてその陸地で遊んだ時に、その博物館に、ハワイの博物館に行ったんですよ。カメハメハ大王さんが立ってるところ。70歳ぐらいのおじいちゃんとめっちゃ仲良くなって、そしたら3ヶ月滞在してる間、毎週休みの日に基地まで迎えに来てくれて、おっちゃんの思い出のハワイの場所とか、なんかハワイ大学出身だって、ハワイ大学の丘から、こう、ハワイの海眺めたりとか、まあ、おっちゃんなんか すごい多宗教で、教会に連れてってもらったりとか、なんかお寺みたいなとこ連れてってもらったりとか。おっちゃんの家の中にある日本グッズをなんか自慢してもらったりとか。なんかすごいお世話になって、ほとんど海で遊んでないんですけど、おっちゃんの家まあ、それは結構印象的な。カメさんってそういう、なんだろうな、すごいいい出会いを引き寄せやすいっていうか、なんか人柄なのかな、やっぱり。ね、わかるな。うんうん。なんか穏やかで、楽しい感じに、なんかそういう周りの人が集まってくるのかな。いや、でも本当にもうおかげさまで、僕は。
何にもしてないですけど。いいですよね。なんかすごいいいキャラクターだなと思って。ね、なんかこのゆっくりペースがすごい、完全素敵ですよね。そう。しかも何でもなんかウェルカムみたいな雰囲気。そう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 。うんうんうん。そうそう。面白いな、うん、ありがたい。何、うんうん、とか言ってます。でもその海上自衛官を辞めようって思ったきっかけとか、ちょっとお聞きしても差し支えない。まあまあ、事情自体はまあいろいろあるんですけど、うん、まあでも実際にまあ辞めてからは、うん、子供と過ごす時間増えたし、うん、ああ、そっかそっか。まあ、育児と、事業を一致させていくっていうところで、どうやってやっていくのか、に取り組めてるのは、まあ、非常にありがたい。確かになんかずっと海のね、あの上にいるから、ね、あまり会えない感じがしちゃう。半分の2ぐらいいない時もありますか。へえ、すごーい。大変、まあ、それは奥さんにとっていい時もあるみたいですけど。まあ、いい時もあれば、何もない。そう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 。いろんな人あると思いますけど。はい。まあ、そういう生活よりか、まあまあ今、ね、まあ、いいかなとは思ってますけどね。ね、子供にとってもね、その方が絶対いいでしょうね。そうですね。いや、楽しそうだな、毎日。確かにね。その育児、うん、生活を事業につながっていく。うん。まあ、そういうのをね、どんどん共有していけたらいいなと思います。うん、うん、うん。確かに、確かに。今されてることとか、生活自体が、なんかね、素晴らしいもので。子供にとってもいいし、なんか教育としてもね、素晴らしいものな気がする。ね、まあまあ、そんな、なんか、まあありがたいですね。そんなきらびやかなあれでもなくて、まあ日々ね、皆さんにも怒られて、クラブハウスやりながら。今は日中あんまりやらないようにして。やりすぎ。もうクラブハウスばっかりやってって。そうそう。そういうのは。そういう細かいのはいくらでもありますので、そんなになんかそうキラキラしたものではないです。なるほど。まあなんか想像できますね。そうそうそう。多分みんないろんな方が体験してると思うので、実際やられてる方は多分今うなずきながら聞いてくれてると思います。きっとそうですよね。自業自得ですね。はい。じゃあですね、そろそろお時間になってきたので、今後の、亀さんの、なんかこう、目指すところとか、最後にお聞きできたら、嬉しいです、うん。ありがとうございます。ちょうど明日、町の教育委員会というプラットフォームがあって、民間で子供たちの学びを、育んでいこうという、取り組みをされている、もともとあったプログラムの中に、つながる地球儀、世界の人とつなげるっていうプログラムを、僕の方でやらせていただくことになりまして、それはまあ、先ほどお話ししている、その子供たちにどういうことに興味があって、世界の誰とつなげられたいのか、子供たちからヒアリングして、実際に世界の人とつながってみようっていうプログラムを、明日から始まります。なので、町の教育委員会、亀で調べてもらったら、まあそのプログラムも、出てきますので、もしご興味のある方がおられたら、ぜひ、ご参加お子さんね、と、に、ご参加いただければと思いますのと、9月に、つながる地球儀ウィークっていうのを、ちょっと、まだ緩やかに計画しておりまして、実際につながる地球儀っていうのが動き出したらどういうことなのか、カレンダーに、オンラインで、僕のつながってるオンラインでのプログラム、こう並べてみて、で、そのカレンダー一週間のうち見たら、今はここに行けるとか、今はこんなオンラインプログラムがあるみたいなのを、まあ一回並べてみて、実際にこの世界とつながるというのはどういうことなのか、一回体験してもらえるような、一週間を作れるかなと思っています。へー。その際にはもうぜひ、この、
ね、世界とつながろう、グローバル教育でしたっけ、うん、はい。ぜひぜひ、参加いただければと思います。まあ、いろんな形でね、はい、本当に実際にみんながつながるきっかけを作っていける。いろんな活動、本当同じような、さっきの町の教育とかもそうですけど、いろんな活動が始まってきてるので、この僕ら自身もつながっていくと、すごい求心力も上がってくるので、そういうきっかけを少しずつ作っていければなと思います。はい。そのリンクとかは後ほど、貼っておきますので、はい、興味のある方はぜひ参加してみてください。はい。はい。では、今日はこの辺で終わりたいと思います。亀さん、今日はありがとうございました。いやいや、ありがとうございました。ありがとうございました。どんどん繋がっていきましょう。そうですね。どんどん世界とまた繋がっていきましょう。はい。はい、では、皆さん、こんばんは。ありがとうございました。失礼します。ありがとうございました。皆さんまた早起きして。そうですね。涙音聞きましょう。はい。失礼します。失礼します。